大阪市立豊崎東小学校は大阪府大阪市北区にある市立小学校。愛称は豊東。学校所在地周辺は大正時代まで西成郡豊崎町に属していた。豊崎町では大阪市に隣接している地理条件や産業発展などに伴って人口が急増し、それに伴い地域の児童も急増した。 従来の豊崎第二尋常小学校の校区を分離する形で、1917年に旧西成郡豊崎町で4番目の小学校、西成郡豊崎第四尋常小学校として開校した。豊崎町は1925年大阪市に編入された。これに伴い、大阪市豊崎第四尋常小学校に改称している。 1934年の室戸台風では校舎が倒壊し児童19人が死傷する大きな被害を受けた。1941年には国民学校令により大阪市豊崎東国民学校と改称した。太平洋戦争の影響で1944年以降学童疎開を実施することになり京都府天ま郡城役の村、中役の村に集団疎開を行っている。 戦災被害により、1946年には大阪市豊人国民学校を合併した。1947年には学生改革により大阪市立豊崎東小学校となった。戦災からの地域復興に伴い、1954年に大阪市立豊人小学校が復興、再開している。1970年4月8日に同校校区付近で、 天六ガス爆発事故が発生した。現場近くにいた同行児童らも事故に巻き込まれ、同行児童5人が死亡、10人が負傷する被害があった。ありがとうございます。